他今天晚上都是我婆婆准备的，他早上去买的。欢迎欢迎欢迎，干杯！今天晚上家里有一个神秘嘉宾要来，然后我婆婆很重视，一大早跑去买了好多生鱼片回来。这个是什么？秋多罗，然后秋多罗夫达斯卡达侬，煮了虾。然后这边是什么啊？这个是做的，今天晚上吃的是手卷寿司。这个里面我看一下是什么啊？毛豆。我婆婆今天买了个好大的一个西瓜回来，我一个手拎起来我都够呛。今天所有的食材都是我婆婆准备的，那辛苦我婆婆了。我婆婆说，我家里平时来人也不多嘛，然后又是比较重要的人，不能让人家感觉到我们家来寒酸。嗯，我的交流。哦，知道了。真的今天辛苦我婆婆了。お母さん、これ、お釣りね。お釣りいらない。今天我让我婆婆买食材的钱不能让我婆婆出。啊，这就是我家公公婆婆的啊，行，是那个康赛的很有名的一个名物资。哦，行，谢谢，那我们进去吧。失礼します。进来吧，没事。47歳。失礼します。日本部関西の名物なんで、よかったら。お母さん。はじめまして、どうも。お世話になってます。坐吧，坐。这个奥特利肯很好啊。对，我喜欢这个设计。我来介绍一下，我还没介绍。啊，ちょっと紹介する。主人で、他，你就叫他マコ就行了。マコ。マコ。マコさん。調査。啊。よろしくお願いします。森永の中国の担当。ああ。よろしくお願いします。いつもお世話になってます。ありがとうございます。小さい時ね、ミルク。主人を飲んでたの。ちょっと出なかったから。若く見えますね。お母さんに言うか。うちはそう。ちょっとお母さんに言うですよね。ちょっと好開心や。ビデオとかはね、私よく拝見させてもらってるんですけど、ね、実際人と会って、もっと若く見えた。我在日本有11年，大阪なんですけどね。大阪で働いて、その割に関西弁出ないですね。そうでしょ。中国の。でもそういうノリが関西だ。我在美国8年。アメリカで8年間いた。すごいね。英語が出てこない。頑張ってね。ありがとうございます。美味しいんで買わないで。何もお土産もない。お母さんありがとうね。よろしくお願いします。母さんありがとうね、本当に今日疲れた。这些菜今天晚上都是我婆婆准备的，她早上去买的。没事。まだ一天了。これをご飯を軽く粉マグロ、マグロ、そうこれ中トロをつけるんだ。そうつけて。乾杯。よろしくお願いします。ようこそ。欢迎。お邪魔します。はい。我跟他两个人都不喝酒。なんで日本人ね刺身サーモンとかこんなに好きなの？一つは魚好き。魚いっぱい取れるから。島の国だから。一つはタンパク質いっぱいだから。あサーモンなんか？だね。日本人は肉それほど食べない。でも魚からたっぷり栄養が取れる。肉だけも。多いけど魚はそんなに太んないから肉とかだと油も入ってるから太っちゃう。でも魚はそれほど油入ってない割には非常にいいタンパク質が栄養が詰まってる。やっぱりプロだね、よく知ってる。体にいいんです。だから日本人は痩せて長生きする。長生きだよね。そうです。世界で一番長生きなんだよね。平均は女性は87みたい、男性は83かな。お父さんのお姉ちゃん、一番年上92歳だね。で、おじいちゃんは90歳。で、二番目のおじいさんは85歳。で、今80。そう。運動してる。散歩回り。就是他的お姉ちゃん是、也是在医院里面工作。ちっちゃい病院で勤めてるよね。然后他们家、就是我公公的大姐。92岁，他就每天在吃蛋白质粉。然后我那天我在网上买了嘛，买了我就给他那个亲戚带回去。蛋白质粉啊，他只要看这个背面的那个营养标签就知道了，肯定是应该是最好。对，他在医院上班，他知道。对，因为他是比较专业嘛。对，嗨，お父さん。キュウリ、来てくれたの？ありがとう。这是我公公。お世話になってます。ありがとうございます。今先立派なもの。いやいや高級な。いやいや。申し訳ない。よろしくお願いします。はいはいどうも。教えてください。大したもんじゃない。
非常に美味しいです。そう。そう僕たち銀行の時も銀行の時も森山さんとは大変親しかったから。あ、そうですか。今日ありがとうね。ビオリンのあのいろいろ用意してくれて。一ついいのは。じゃああんだけのタンパク質が入ってるけれども、じゃあこの脂肪見てください。非常に少ない。全然気にしなくて、女性でも。もっとすごいのはここ見てください。リン。リン。リンは知ってます。もう肝臓は気にしてるから。そう。リンが非常に低い。このリンっていうのは卵1個の方が多い。多い。難怪上次我在国内给我爸妈他们不是也买了这个蛋白粉吗？我看到评论区有人写，他说让我不要让我爸妈不要喝那么多，说担心对肝脏不好。这个不是。啊。做这个产品的时候，他就考虑进去，让颗粒子有骨啊，那颗粒子卡达尼啊，那负担がない，卡达尼负担がかからない、そういう製品なんですよね。だから老人ホームとか病院とかほとんどこれ使ってる。あのまあ私たちね、私でも毎日飲んでるよ。怖い。でだめだめだもうダメだよ。気持ち悪い俺。救助隊や救助隊。気をつけてね。気をつけて。ペアトンペアトン。俺よ酔っ払ってるし。お。哎呀，这么大个人怕这个东西。啊、哇，すごい。嗯。ありがとう。不好意思。すごい。すごい。すごい。今天是你家啊？你如果不在这种事，他都是找我的。他说：“哎呀，你赶紧来抓这个虫子。”ダメやな。嫌いなのよもう。あ、もうダメ。気持ち悪い。気持ち悪い。これってじゃあ。あ、これね、100億個以上入ってる。これね、日が経つにつれて、少し失うわけ。うん、そうすると、森永さんみたいな、その大手は、賞味期限が切れるまでは、絶対100億って保証するわけ。うん、で、ビフィズ菌と乳酸菌の違いは、ちょっと喋りますね。いいですか？いいよ。全然もない。目を見てじゃあ、もう、じゃあ、ちょっと森永のファンになってもらって。腸っていうのは大腸と小腸あるやん。うん。うんで、大腸で、生きれる、うん、死なない、生きれる菌って何ですか？ビフィズ菌。乳酸菌は大腸ではすぐ死んでしまう。何千億とか。40億とか出てくるよ。出るでしょ。だから、それ大腸には全然意味がないっていうこと。ああ。だって生きていけないもん。だから森永さんはもう50年から、大腸を特徴して、まあ、ちょっと病気すると大腸やん。ね、大腸がんだとか、大腸のコレステロールだとかね、大腸炎とかね、大腸っていうのは、ゴミ箱なんですよ。うん、ね、人が食べるから、全部出しちゃう。問題があるとしたら、すぐ大腸。で、大腸にいいのは、このビフィズ菌。だから、せっかくお金をね、使って買うんやったら、やっぱり、人にいい、大腸にいい、そのビフィズ菌を買いましょうと。実際、体調に、まあ、体にいいし、もう一つはね、安全なんですよ。赤ちゃんでも飲める。赤ちゃんでもできる。そう。それはすごい大事。気にするやん。これ飲んだら逆に体悪くならない、うん、そういう気になるから、だから、全部わかった。だから、ファンになった。え？飲みながら。ファンになったというか、ファンというか、飲まなきゃダメなんだなって思う。うん、だから。食事中申し訳ないですけども、便秘とかってありやん。うん、ね。なぜ便秘になるっていうのは、大腸がちょっと炎症が起こってるんですよ。うん、なんで炎症起こる？それは菌のバランスが崩れた。いいやつ、悪いやつ、戦う。悪い方が勝った。だから、ちょっと便秘とか炎症が起こるわけね。で、このビフィズ菌のもう一つの働きは、酸素が出せるんですよ。うん、で、大腸で酸素を出すことによって、その悪い菌を、殺してしまう。そうするといい菌が勝つ。これは世の中ではビフィズ菌しかこの働きを持っていません。だから乳酸菌なんか数酸出ない。私もね勉強してからはずっとこれを飲んでこれを毎日飲んで肌いいでしょ、うん、肌がいい若い就是有一句话这样说肠无渣面如花对对他们一直说我的脸色还不错。今日すげえ勉強になった。いや、こちらこそ、突然お邪魔して。いやいやいや、はい、日曜日は、本当に仕事を、はい、ややも頑張って。うん。よろしくお願いします。父さんも頑張って。また、はい。マジで。一緒に頑張りましょう。頑張ろう。一緒に頑張りましょう。うん。